藤野秀夫は日本の俳優。本名は島田右平。新派俳優から映画俳優となり、前世紀の日活向島撮影所では温厚で、誰からも愛される、正当派の二枚目俳優として活躍し、日活新派の前世紀を築いた。後に、小竹蒲田撮影所専属となってからは、脇役、不け役で出演し、俳優陣の長老的存在となった。 亡くなるまでに300本近い作品に出演した。1878年5月16日、東京市京橋区出雲町に生まれる。少年時代から芝居居で、旧正中学中退後の1894年、横浜津田座に出演中の新派の山口貞尾一座に入り、初舞台を踏む。1905年から北村六郎の門下となって、各地を順延し、やがて、 東京座の舞台で幹部となる。1915年9月、浅草奥に座で、井上正一座による連鎖劇に出演。これが映画界入りの最初で、同年公開の登場の秘密が初出演作となった。翌1916年1月、秋月桂太郎の死去によって、死の北村の推薦で、大阪、何業に代役として出演した後、福井茂平。 サオリケイ一郎らの整備団に加わって九州地方を巡演する。1917年8月、松本清の紹介で日活向島撮影所に入社。同年公開の白萩で主演デビューし、二枚目の立ち役として多くの映画に出演。日活向島のトップスターとして、小口忠監督の七色指輪、扶助器田中英座監督の 桜の園等の心配映画に主演し、田中監督の革新映画、生けるカバネにも出演する。1922年11月25日、田中監督のケイアエリテンの完成死者後、キ笠ガ之テ横山雲平荒谷津井島高七ら12名の所属俳優と共に、日活を退社して、国際活営に移籍するが、 1923年5月1日には、小竹蒲田撮影所に入社する。野村薫邸監督の、萩寺レラ、新島津康次郎監督の、蕎麦屋の娘などに主演、川田吉子や水谷八重子らの相手役を演じて、好評を得る。1925年以降は、年齢の成果主演作は少なくなるが、一流監督の作品に起用され、 小竹大船撮影所移転後も脇役、不契役で活躍を続けた。1929年1月8日に、井上正夫、岩田雄吉、栗島澄子、川田吉子、劉作子と共に大幹部に昇格する。1956年2月11日、死去。77歳坊つ。山男の恋のスチル写真。右は、劉作子。ありがとうございます。